内容を見ながら。そうだね。ね、でもじゃあ手元に持ちよくわ。そうね。いきます。はい。恥かきまくりメンバーの過去エピソード暴露で印象丸裸。ということで今回は、はい、高田さんのえ、まあ、どういうこと？古くからの幼馴染にインタビューをしてきまして、学生時代の高田さんの過去の部分をいろいろ知っていこうという企画でございます。はい。問題をいくつか用意しましたので、高田さん含め3人でね、ちょっと問題に答えていただきたいなと思います。ほんまにこの企画やるわ。わかりました。ちなみにドッキリですよ。マジで俺ドッキリかけたかったのに。マジか。ということで高田さんの中学生エピソードどんどん聞いていきましょう。はい、せーの、じゃあ。わからんほんまに。高田さんのね、ことをよく知っている友達にインタビューさせていただきました。はい、この方です。今でも印象に残ってってるエピソードは、おい、このクソイケメン殴っちゃった最高技術スタンド。はい、高田さん、小学校からの幼馴染、タイ君にいろんなことを聞いてきました。マジか。どうですか、高田君。あー、こいつなんかいろいろ知ってそうやな。何個かクイズ形式にしてるので、どんどん問題を答えていってください。はい、はい、いきます。じゃあ小学校の時の話なんだけど、なんか当時、自分たちの小学校の時ってなんかあんまり携帯持ってる人おらんくて、親からのお下がりで携帯をもらってめっちゃテンション上がってたの。そうで、カメラ付きの携帯で、でその時ちょうどサッカーの集まりで高人の家で集まるみたいなのだったのね。当時もらったその携帯をなんか握りしめて、高人にわーって言っていろんなものを撮りたいんやけど、高人が俺にそれを見た時に言ったのが、問題です。何やったからこれ。初めて親からの携帯でお下がりでもらったタイ君、ウキウキで高人の家に遊びに行った時に、高人がやった行動は何でしょう。やった行動で、タイ君が言ったら行動したん。しました。それを受けたタイ君は、すごく泣いました。いちごか。何したの。高人は何をタイ君にしたでしょうか。タイ君言っていいことといかんことって分かっちゃうな、お前。あ、一応僕が言っていいこと言っちゃいけないこと全部取っ払って言っていいよって伝えてます。はい、みんな書き終わりましたか。うん、はい。ひとし。はい。奪って投げた。わー、ひどいねー。なんやこれ、思うんだ。うまい。じゃあ、りょうさん。小学生の頃やけん、あ、ちょっと似たんやけど、その携帯を取り上げて、自分のチンコの写真を取り出した。なるほど。小学生やね、そういうの好きそうやもんね。やるかもしれんな。当時の本人の高田さん、いや、どうぞ。記憶がさらかじゃないがやけど、ケツの穴の写真を撮らせたような気がする。待て、りょうと似とるけど、似とる。りょうの上いっとるみたいな、アイデア的には。これがほんまに正解やったら怖い。じゃあ回答見ていきましょう。はい、マジでなんだったっけ。言ったことが俺にそれを見た時に言ったのが、俺の肛門取ってって。ちょっと言う長いけど、これ自分の肛門すら見たことないの。正解は高田のケツの穴の写真を撮らせた。え、俺肛門取るか。見たくなったか、俺肛門を自分の。大丈夫、すいませんでした。おもろいわ。じゃあ次は、あー懐かしいね。あ、まあ、タイ君とタカトは高校時代同じラグビー部ですからね。一緒に作ったかよ。そう、一緒に作ったよ。ゼロから一緒に作った二人なんやけど、そこは感動秘話あるんやけど、それとは別でね。感動秘話は長さん、長さんなりました。覚えてないな。一応タカトと一緒にラグビー部してて、そうそうそう。で、タカトってあんなスタイリッシュな感じやけど、はい、まあ、当時はラグビー部のキャプテンやって、で、当時ゼロ人、ラグビー部の部員がゼロ人やったけど、まあ、十何人まで増えて、で、最終的には県大まで。出れるようになって、その当時すごい強かった高校と当たったんやけど、まあ、中にはこう2メートル超えの外国人の方もおって回復経由もいるわけよ。でそれがこう前から迫ってきたりしたら避けるしかなくてね。怖いもんね。向こうがねボールを持ってこう走ってくる場面があって、タカトがねその近くにおったわけ。キャプテンの意地もあったんやけどね、止めないかも。しかも近くにおる、ぜいはぜいは言ってる場合じゃない。うん、でどうしたかって言ったら、うん、ここで問題です。スタジオの中でバーッとタックルしてきたに対してやったことは何でしょう。何やったっけ。これは本当に覚えてない。クイズにするぐらいやけどね。うん、うん、なんかやったんだろうね。かけたよ。かけた。足をかけて相手を動かした。うわー、なるほどね。基礎、マジで基礎。すげえ。
ね、ちなみに俺もこれやと思った。ねえ、そう。一矢報いたって書くわ。さあ、この時の高人どうだったでしょうか。マジで覚えてない。こうなんか相手のね、なんかの肩のところをこうちょっとつまんでね、こう、それでこう一緒に走るわけよ、こう。俺らそれ後ろから見てるんやけど、もう走れないから。ただそれが違う。違う。お前たち、ここにしか見えないんだよ。それ掴んで後ろ歩くみたいな。頑張ったかということで、はい、高野のことが分かったかなと思います。はい、では、ここで対君編は終了いたしまして、もう一名の人物にも、インタビューをさせていただきました。高野のことを よく知る近しい人物の方です。ノリミットで、なんでこいつをやってます。で、高野とは、誰こいつ、ほんまにいるんですけど。中学校一緒で、ちっちゃい子、幼馴染。はい、ということで、これは変なまま絶対そうだよ。これはノリミットオーナーをやってます、タカトの幼馴染稲葉くんになります。もう俺体育やけど、あまだ大丈夫かなと思ったよ。マイルドやん。あいつはマイルドやけど、こいつ言葉選ばんじゃ絶対。じゃあ第一問。小学校同級生そんなに仲良くなかったって。へー。けど初めてのタカトの印象が、うん、俺んちの前で、本当に覚えてない。初めて高人を見た時にすごい出来事が起きました。それを見た稲葉くんは、おい、なんだこいつはと思いました。さて、目の前に広がっていた光景、高人が関係してるんですけど、何が起きてるでしょう。ちょっとむずそうやね。高人がしたというよりかは、高人はされた側。された側。俺だったら友達全員に話してるぐらいおもろい出来事。いや、マジで普通にヤバいと思う。そんなやばいんじゃん。むずいな、これ。むずいよ。むずい。むずいよ、これ。めちゃめちゃむずいで。聞いていきましょう。じゃあ、りょう。はい。誰かから服脱がされて裸にランドセルの。やばー。いじめられたもんね。それ。いや、俺も考えた、正直。どういう人でしょ。俺は、家の前で電気アンマーされてた。なんか、俺ごめん、自分で言った感じになるけど、俺あの校庭のところでうんこ漏らしたことがあったき、友達にバレて、おい高田のうんこがあるぞって言われて、稲葉くんの目の前でうんこしたの。いや覚えてない、いっぱい人ったもん。俺のうんこ、俺のうんこってなんでうんこしたのアピールしたの。いやもうなんかバレたし恥ずかしいなと思って、もうせっかくなら振り切ろうと思って。おい、正解こちらです。まあでも違うよ。俺んちの前で、目の前でめちゃくちゃでかい事故があったって。小学生のちっちゃい子が車に離れて4メートルぐらいバーン飛んで、やばいな、やばいと思って、ちっちゃい子がバーン飛ばされました。その子ふんぐって起き上がって、えケロッとして立てて普通に、あ、帰ったって、うん、それが最初の高さ。高さ。あ、事故か。すごくない。それはおもろい。それ1回目の事故や。うん、1回目の事故って何回目の事故。何回目の事故と鉄人やね、ほんとに。確かに小学生って結構強いよな。いや、違う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 。小学校の頃はキロッとしとったけど、高校になったらラグビーではもう掴んでるってこっちこっち。車相手しょったのに。車相手にね。うわー、これはタイトルが重い。俺も嫌なところよね、ほんとに。じゃあ次の問題いきます。タカトがまだお酒も覚えたてぐらいだった時に、夜飲みに行きよったって一緒に、バーとか飲みに行きよったら、オカマさんと一緒に飲む機会が増えてきて、オカマは面白いねみたいな感じで一緒に行きやしちゃって、バー飲まされて、もう飲めんってなる。酒飲むか、私とチューするかどっちにするかみたいな感じで楽しませてくる。で、タカトは絶対に嫌だ。酔ったらめっちゃ愉快になるタイプ。愉快になる。とにかく楽しくなるタイプ。いや、俺は絶対に、そんな男やん、男やんって言ってずっと一緒なんだ。もう5、60杯飲んで、もう無理やん。って言った時に、チューしよう。タカトから言いに行って。タカトから、タカトから。タカトの方から、もう限界や、チューしよう。俺はチューがしたいと。ね、岡野さんにの顔をって捕まえて、カメラがバッチューって感じで、めっちゃ大爆笑。岡野さんも爆笑かなと思ったら、岡野さん、えみたいな感じになって、でどうしたって思って、はい、ガッと顔を掴んでブッチューってチューしたら、岡野さんなんかえって唖然としてた。なんで岡野さん唖然としたでしょうかっていう問題です。せーの、そのまま寝た。口からゲロ出てた。あー、最悪やね。どっちか、おこちかなと思ったら、もう岡本さんはまあ普通に注意して、もう分かったわえで終わるつもりだったらしいけど、なんでかしら盛り上がったら多分舌入れたがって、それで岡本さんが逆に引いたのかもしれない。お前だとしたらすごいで。そう、行くってなったらもう本気出したよね。だって一体女気がするぐらい。確か世界いきます。なんで岡本さんこんなにテンション低くやろうと思ったら、うんうん、ベロまで入れてくるとか引いてないから、岡本さんもちょっと引いて、ただならぬベロじゃん。
ただ見たしに来とるやん。引くなよお前酔っ払った後やんかもう。ゲロ出てたよりもそのまま寝たよりも恥ずかしかったです。生理現象、生理現象、お前の意思やから。じゃあ最後の質問、最後まだあるの、最後まだあるの。これダメよね多分聞いちゃ。いや彼の初体験の話。初体験の話、それだって YouTube に知り合って稲葉君もちょっとこれ言っていいんだよ。動画映すると思ってめっちゃパッて言ったらカラオケ。ここで問題です。そのカラオケでやった初体験の話を稲葉君が聞いて、その結果稲葉君が驚いたことがありました。ん？初体験のプレイの中でどういった過ちを犯してしまって、そのことに気づかず稲葉君に話したでしょうか。何やったっけ。え、タカトそんなミスしてたのってこっちがこうなんかタカトに愛らしさを感じてしまうんですけど、りょうさんから。電気つけっぱなしでやってて外から見られてる。あれ見えね。今日だったらちょっと見えるやん。カラオケなんでりょうがねカラオケのエッチの仕組みわかるのか。ちょっとエッチの仕組みじゃないよ、中が見えるかどうかの仕組みない。ああなるほどね。そう、ここで潰し合いが起こる。やらんけ。はい、じゃあひろしさん。僕はマイクのスイッチ入れっぱで声が響いた。エコーかかってもそれで、すごい響く。めっちゃ面白い。いや、俺本当に覚えてないけど。はい、高田さん。これマジで正解じゃない。うん。1回目だったっけ。しょっぱなから別にそれ。答えこちらです。しかも、どこでしたって聞いたら、ソファーじゃなくて、テーブルに女の子さん。伝わる気持ちゼロやねん。お前食材のようにテーブルに並べたよ。かったいかったいテーブル。かわいそうだ。いやいや、ちゃうかよ、たぶんその時な見よったのがそういうやつやったかもしれんわ。いやそんなあったような気がする。やっぱ AV の知識はダメってことが分かるね。そうだね。どこでやったかです。机の上はすごいな。次回の恥かきまくり企画でお会いしましょう。さよなら。もうないやろ。もういいんじゃない。このさ、今日の撮影4本立ての中で一番疲れた。